久保さん、さっきね、インスタにですね、すごい DM が来まして、早速、あの、ネタにして使わせていただいたんですけど、周 <laughs> あ,あ、れはひどかったって、あの、すぐ、すぐ一般公開しました <laughs>。まあ、今日からね、商品販売するんでね、ちょっと動画の公開をこう、制御してるんですけど、あれはツッコミどころね、満載だったんでね <laughs>、まあ、タイトルがないのよ100万円当たりましたにしときましょうか。100万円当たりましたみたいな。で、ちょっと読み上げましょうか。ね。 ああもうアカウントブロックしちゃったらそのアカウント。なんだっけな、ね。あのね、まあ、とりあえず100、前沢優作さんの名前を使って、で、なんか100万円、あお金配ってます、100万円あなた当たりましたみたいな感じで登録してくださいみたいなやつだったんですけども。うーん、これね、まあ、僕はもう一撃で一瞬で1秒で、まあ、久保さんもそうだと思いますけど、まあ、ある程度ね。 まあもちろん分かんないですも久保さんでもあるだろうし僕も分かんないですあるかもしれないですけどまあこれ絶対ないよねっていうのは分かるじゃないですかねその情報を識別できる能力っていうのは情報を発信してるからこそあとは経験積んでるからこそ何が正しくて何がダメなのかっていうのは分かるじゃないですかでも本当 IT リテラシーみたいな、まあ、その情報弱者情報に疎い人だったら、まあ、これに登録しちゃう人もいるでしょうね うんだから自分の身を守るためにも今たくさんの情報がありすぎるのでそのたくさんの情報から身を守るっていう上でも情報発信発信すべきだなと思いますねうんで経験積んでいろんな情報に触れて、えー、いろいろジャッジしていろいろやっていくっていう、うん、それしないと多分ね何が正しくて何が合ってて何が自分にどうのこうのっていうのは分かんないですよ うんこれだけ情報あるので、うん。だからやっぱ結局は自分でやって自分の中でその答えを出していくっていうことが大事かなと思いますね。うん。で、わかんなかったらまあ聞けばいいしね。これどうなんですかみたいな。 まあ少なくとも久保さんにこれどう思いますて例えば仮想通貨の案件で久保さんこれどう思いますって聞けば、ある程度経験あるわけですから、この通貨はこう思うよっていう、まあ、あの、見識アドバイスみたいなね。ただし、自己責任でっていうフレーズは必ずつくとも思いますけど。うん。なんかわかんなかったら聞けばいいだろうし。まあなんかね、やばいっすね。<laughs> 逆に多分まあ、 あれに引っかかる人が一人もいなかったら多分やらないと思うんですよ。まあ、今テストでやってるのかわかんないですけど、まあ、いるから多分ああいうのがあるんでしょうね。はびこるんでしょうね。誰かしら引っかかるから。うーん。だからその、フィッシング詐欺とかも、その、なんか、ね、あの、まるを装ってみたいな。だからなんかね、メールまた来てたんですけど、なんか、三菱、 あの三井住友カードを予想ってフィッシング詐欺みたいなねだ大手の名前、年張バリを使ってフィッシングあのなんかメールを流してそこから情報取るみたいなねまあそれもねいっぱいありますけどまあそれもまあ見れどこを見ればうんちょっと違う盲点とかねここちゃうよねとかねわかると思うんですけど初心者の方あ IT リテラシー情報選別ができない人はあのー なんだ情報に食われていくんじゃないかなと思いますね。だからそれを防ぐためにも自分で情報発信する力、見抜く力っていうのは今後生きていく上で大事だと思いますよ。だからいろんな側面で物事を見れるってことが大事だと思います。自分の物差しではなく、いろんな側面ですよ。だから今回、その久保さんが、なんだ、あのー、なんだ、いや、あのー、そういうその家 歌舞伎とかそういう家系に生まれたらね、その子供と親の関係性についてね、これは無償の間みたいなね、ビジネスというかそういうのはないみたいな話を僕はしたわけなんですけど、そこに対して、まあ、こういう血筋に生まれたら、まあちょっとそういうのはあるよね、確かにみたいなね。だからこの、なんだろうな、違う側面でこう分析する、分解して見ていくっていう、これ結構大事だと思いますよ。こうじゃなくて、すべていろんな側面で見ていくっていう。 まあ、そういう考え方もあるし、そういう見方もあるし、そういうポジショニングだった時にどう考えるのか。自分はそのポジショニングじゃないけど、そのポジショニングだった時にどう考えるのか。だからそれを常に考えていくことによって、生きていく上での、なんだろうな、プラスに僕はなると思いますね。なぜならば、人生はいろんな局面があるので,で、その局面に対していろんな考え方で乗り越えていかないといけないですから、さまざまな考え方をインストールして、さらにその考え方をその適材適所で使えるようになるっていう。 うん、だから久保さんも頑張らないといけない時は頑張らないといけないマインドセットがあったりとかね逆に言うとあのロボットのようにやるというセットだったりとかね逆に何も考えずにもうやるというセットだったりとか何かまあいろいろあるんですよ久保さんもいろいろと時には考えることも大事だし時にはロボットのようにやることも大事だし時にはスクールウォーズみたいにロッキーみたいにやることも大事だし時にはなんだ どうでもいいよみたいな時もあるしだからそれはあの人生の人生が戦争人生の戦争だとするならば戦,戦場のいろんな局面でいろんな戦略が必要ってことですね考え方が、うん、はいいってらっしゃい